それではですね、今回はゴースト・オブ・ツシマやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではいきましょう。続ける。さあ、ということで前回はですね、村を襲ってくる、猛虎、そしてそれと共闘している海賊を倒しましたというところで終わっております。はい、では、本日の物語、キダブレの戦。海賊に手を貸して軍船を沈め、境砦を取り返した。次なる戦について深と話そう。息を大高族から解き放つ策を練らねばというとこで、隠れ家で深と話せというところでございます。早速いきましょう。 1.7 キロ。よし、ノブ。ではノブ行きましょう。結構、もうね、息の話もね、終盤に入ってきているとは思いますので、そろそろね、大高と戦って決着をつける時が来るんでしょうかね。ここもスルーしていきます。船座の川端、もうこの拠点、もうこの拠点はまあやるしかないっすよね。ええ、まあやるしかないっすけども、どこどこなの。ごめん、わからなかった。ここは弓の修練ね。拠点分かんなかったな多分すごい端っこをかすめちゃったんだと思う。真ん中を通らずにで、ちょっと端っこかすめたから名前だけは出たけど、何があるかというのはちょっと分かんなかったね。またか。多いな今日、猛虎道中。道中猛虎多いな今日。とりあえずスルーします。キダフレの戦場跡。あれも猛虎だな。すげえ多いな今日猛虎。駒の森、あと100メーター。ここか。行くしかないです。ここはもう行けないんかい。
けないんかい。じゃあいつも通り。こっから行くってことですね。ここは食らうけどいける。あれ？ここじゃない。毎回間違えんな。あれ、どっか途中で入るんだっけ？いや、合ってるな。これは、あれだ、多分この橋を開けるときのやつだから。あれは、あれですね。バグですね。いいんか、ここで、あそこのね、狭いとこ、あの狭いとこだ。ここじゃない。こっち。ここ。失礼。よいしょ。ああ、やっと着いた。では、負荷のもとへ行きましょう。槍川の陣か。人暴れしてきたそうだね。手下が生きて戻って境取りでも手に入った。ようやく大高を相手に渡り合える。行き先はつかめたか。まだだ。でもいいことを知った。留守の間、大高が樹脂に当てた文を手に入れた。ある侍を生け捕りにしたいようだ。名はあったか。いや、でも誰のことかは見透かせる。わからないのは、なぜ大高はあんたを生かした。対馬の子細を聞きたいのか、見せしめにしたいのか、当人に聞け。隠してることがあるようだね。不可、陣、大高は見つからずじまいだったが、猛虎の石膏に出会わせたんだ。奴らこっちに向かってた。崖には猛虎が大勢いるぞ。隠れ家には見つからずに入ったが、遅からずここが見つかっちまう。復讐であろう。我らは戦船を沈め、訓備士を切り伏せたからな。船で逃げるしかない。二度と故郷を取り戻せなくなるぞ。死ねってことか。奴らを集落から離し、陸で戦おう。多勢に無勢だ。侍との戦では地の利を生かしたはず。不意打ちはどうだ。俺たちがよく知ってる地で。木田触れの村。策は。天蔵、皆を集めな。すぐに立つ。最後でしょう。キラフレの戦。幾人か先に浮かせた猛虎をキラフレに釣り出してくれる。不意打ちの備えも進んでる。村の者はどうする。もぬけの殻さ。
人斬りが滅ぼしたからね。父は民をなで斬りにしておったのに、己はただ見ているだけであったな。ヤグラだ、この地を見渡そう。猛虎はここに釣り出される。だけどどこから来るかは分からない。見込みのある地に人を置き、我らは馬上で控えよう。伸びを止める手立てだな。待ち受けて撃つぞ。人を置くにしても広すぎる。どこがいいんだろうね。父のように罪なき民を殺すつもりのようだな。さあ、大高の、あそこに巣に忍ばせよ。戦船から奪った。現状が多くなってきました。を見た刹那に打ち上げさせる。いい合図になるね。あばら屋と蔵に人を隠せるか。村の者が隠れた場所、おののき叫びながら。猛虎が近寄らなかったわ。騎兵で税の脇をつき、腕ずくで寄らせる。あそこはどうする。この村の者は己の父を見た刹那に死ぬ定めを悟ったはずだ。村人が退却した地。おい、今何と言った。いや、兵が不利になればあそこに退却だ。ありもので補っておいた方がいいね。おのおのを配置へ。我らは後方だ。己の父はこの地で恐怖をまき散らした。己が防げたはずの恐怖を。配置へ急ぎな。猛虎を見たら合図を。ここの村人が退却したとき見てたな。あの鬼のような仕打ちも。あれが鬼だと。丸腰の村人が残らず殺されたんだぞ。兵を隠しておったからだ。無実の連中もな。奴らに戦の作法などなかった。不意打ちや罠で大勢を殺し、寝首までかいたのだ。だからどうした。身を守ったまでだ。この村の出の友がいた。あの戦で首を切り落とされて、探し当てるのに7日と7番かかった。辛かったであろうな。どの口が友の首を探し回る辛さ分かるわけがない。酒井が何人殺したかは知ってんのか。あまただ。俺が止めるべきだったが。止めなかった。だから他のやつが止めた。俺の目の前で助けられたはず。なのに。なのに。来たぞ。馬に乗れ。よし、さあ、そしたら、酒井家の鎧？これ行くしかないでしょ。よし、行くぜ。天造、陣、続け、一息に行くぞ。不利になったら、ここに戻ってくるんだ。小勢が残って守る手はずだ。父を殺した者と共に戦う。父は悲しむぞ。さあ、猛虎はやってまいりました。そして大鷹のこのまま突き入る。いやさあ、大高の現状など関係ない。今は猛虎を倒すのみ。オッケー。爆竹、爆竹手伝う。
なんでもいい。やってんやってんね。OK。あとはあそこ。向こうだ。ケツハウで一網打尽。オーマイ。OK。楽な相手だ。ナージン。幸先は良い。合図。猛虎が来てるんだ。よし、馬に乗れ。向こうか次。よっ。行くぞ。楽しんでおる。かように侍を殺したのであろう。急げ。猛虎をもてなしてやるぞ。火薬だろう。荷車に乗せときました。よくやった。見ろ、来たぞ。アルを狙え。タルたる、当たんない。燃えろ、燃える。まずはお前から。まず来い。深か倒れた。深か蘇生。天蔵、俺も倒れたけど俺は生き返る。あとはオッケー、イエーイ。槍が、槍がすごい。人の生き地で土が赤に染まっておったの。さあ刮目してみよう。酒井忠の所業を。人斬りの戸川を。黙れ。今度は西からだよ。いつまで続くんだ。行くぞ。大事ないか。ああ、急ぐぞ。さあ次へ行こう。フカ、
後ろの守りは整ったか。今少しかかるはず。ここで猛虎をとどめねばならん。待て、合図が止まった。静かすぎる。ここを任せた奴らもどこに消えた。不意打ちか。調べてみるぞ。猛虎に捕まったのか。下がれ。俺が忍び込み奴らの隙をつけ。猛虎兵を倒せ。まあ、こういう時大体ね、まあ、上から行くのが定石ですね。アウト。捕まってんな。ちょ。けこっちの方は、こっちの方は全然いないのか。やってる。外してやる。向こうか。逃がしてやる。ありがとうございます。恐ろしかった。また合図。四方からだ。大鷹族が動いた。つい来るのか大鷹。数が多すぎる。勝負にならねえ。ここまでか。お主ら馬に乗れ。櫓まで引け。そこで迎える。ジン、先駆けろ。下がれ。一度引く。おっ、引け。猛虎よりも早く。猛虎の遠兵。十分に遮った。守りまで引く。いやオーケー。
やられた。久しぶりにやれたな。十分に遮った。守りまで引く。せきとどめろ。死んでも負けるんじゃない。や、体力間に合わず。十分に遮った。守りまで引く。せきとどめろ。でも負けるんじゃない。うっせえ。せまだまだあいつが叫んでんのか。前は俺が死ぬ。蘇生したらやれた。十分に遮った。守りまで引く。せきとどめろ。死んでも負けるんじゃない。はいはい、いけ。これで一網打尽。いや、お前やお前。オーケー、あとお前だけか。ほら、オーケー。援軍が向かっておるぞ。次向こう。はい、倒す。押し戻す。戦え。一敵を倒せ。息を守れ。息を守れ。息を守れ。けけけけ。お、術師を切ってる。あいつすげえな。お前は死ぬのが衆生のためだ。
お前は死ぬのが修行のためだ。覚えがあるぞ。まさか。父上の仇。幻だろ。大鷹の毒だ。もう一度唱えてみろ。その首切り落とす。そういうことか。この土は人の血を好む。父上様が吸わせたからな。救おうとなされたのだ。父上のことをなぜ黙っておった。俺をたばかったな。騙してたわけじゃない。酒井忠志は敵だったが、あんたとは、なぜかようなポンプが父を害した。知らねえよ。運だ。酒井は何十も切ってぶっ倒れた。足を折ったんだろうな。俺はとどめを刺しただけだ。俺、さっさと殺せ。いや、まだだ。父上を戦場谷に誘い入れたのだったな。同じ手を大鷹に使う。俺たちだけじゃ無理だ。深と話せ。谷で落ち合うぞ。あんたの素性を隠しきれないな。分かってんのか。構わん。全て明かせ。俺の名も息のため戦うことも、父上とは違うことも。さなくは己を切っていた。ひたぶれの戦。まさか父上を切った者が天蔵だとは。ただ父上と違って陣は切らず、共に大鷹を倒すことを選びました。さあ、ということで死を祝う。天蔵が父上の仇と知って我を忘れたが、同時にあることを思いついた。再び海賊と結び、大鷹族を戦場谷に誘い込むのだ。これは父上が死に追いやられた策でもあった。後ほど深と天蔵に会い、司祭を話す。息を脅かす。大鷹を必ずや止めてみせる。ということで、天蔵と深と会え、行きましょう。さあ、ついに大鷹を倒す。その時が来るのか。深はどう思うんだろうな。酒井陣だって知った時にさ、こう敵として、それはこちらも同じ思うのか、それとも息子と父親は違うと思うのか。天蔵から聞いたな。そうだね、酒井。戦のただ中じゃなかったら、あんたらにハエがたかってたはずだ。睨み合ったままでは命を落とすだけ。まず大鷹を切る。落着はその後。いいぞ。あんたの策を聞かせてくれ。いかにして海賊が猛虎の勢を倒すってんだ。お主らが武士勢を任した手立て、戦場谷に誘い込み、父上を殺し退却を強いただろう。この策を猛虎に打つ。どうやって誘い出す。
狙いは俺だ。そそのかせば谷まで追ってくるはず。そこで不意打ちを仕掛ければ残らず殺せる。悪くないかもね。まずは大鷹を探す。今もどこかで毒をまいておるはずだ。石膏が回ってる。見つかるさ。その後は俺に任せよ。俺も加えてくれ。やがては隠れ家が見つかって燃やされちまう。この木を逃すわけにはいかねえ。あいつが罠にかかるか見届けたい。決まりだ。天蔵は石膏を頼む。私は谷へ。俺は支度を済ませる。大鷹狩りは一度きりだ。抜かるな。さあ行きましょう。死を祝う。ジン、大鷹族を見つけた。不可の手はずは。仲間を谷に集めた。あとは誘い込むだけだ。行こう。石膏のところへ。大鷹族を見張ってる。俺があやつをおびき出す。あんたが狙いだと聞いたが、毒当たりの侍にどんな用だ。俺を樹脂に変えたいらしい。は？境砦での猛虎兵からそう聞かされた。毒を飲まされたんだろ。霊薬とやらは飲めば毒になるが、樹脂になるための儀礼だそうだ。まだ幻は見えるか。めちゃくちゃ見えてるよ。ひどくなる一方。いずれ来る死ぬ定めとも聞いたのではないか。いたいたいた。天蔵、こっちだ。奴ら侍を求めて島中を探し回ったら。大鷹もいるか。あいつは杖を止めて、それから鷹を飛ばしてた。見つかってないぜ。見渡してみるぞ。他にいるのも飽きてね。目印は兜。難しくはない。いたぞ、大鷹だ。どこだ。いないぞ。よく見ろ。見られた。逃げろ。ようやく見つけた。酒井陣、八方を探し回ったぞ。大体大体だ。まずい。目を覚ませ。我が花向けを受け入れ、樹脂となるがよい。あれは我を拒めばこの地で果てる父のよう。俺どこだ。天蔵、大鷹が逃げた。探せ。あいつは元からいない。元からいない。じゃあまた騙されてんのか。ジンは現実だったのか。大鷹も。ジン、どうした。猛虎は待ち伏せていたが、大鷹はいなかった。ならどこだ。どこにおるのかの。静まれ。この島のいずこが心を引く。再び相対すべきところはどこだ。もしや戦場谷だ。父上が殺されたところ。部下が危ういぞ。よし。
先読みされてんのか。侮っていた。あんた、まさか樹脂になってないよな。俺たちを裏切ってないよな。疑うな。砦で毒を飲まされた時、あやつが別人に見えた。その時明かしたかつてのお前らの策を。谷でのこと知られてたのかよ。俺らが味方して何か企んでると気づかれたんだ。出し抜かれたが、まだ負け戦ではない。いや、すげえな。奴ら次から次へと部下が殺される。アンクサーハトゥン、どこだ。見ているのだろう。出てこい。どこかにいるな。また術師が。前か。よっ、でっかいのも倒した。次のでっかいのが来る。不可大丈夫だ。あっ、まだまだ死にやしねえよ。お、天蔵強いな。あいつら不意に現れた。何があった？それは後だ。大鷹を見たか。大勢を率いて手下を殺しやがった。隠れ家に引き返そう。この気を棒に振らんぞ。この地で大鷹を倒す。これだから強情な男は。行くぞ。聞きな、大鷹狩りを続ける。谷を進め。手遅れだ。戦は終わったもの。誤ったが父も嘆いておろうぞ。祖父がまたしても誤ったのだから。また幻聴と幻覚だ。お前か。はい。OK。いつまで耐えればいいんだ。心を失っておる。この戦も幻やもしれぬぞ。ジン、しっかりしろ。平気だ。さあ、戦場への奥まで来ましたが、酒井陣、再び会えた。大鷹。大鷹、本当にこれは大鷹か。父の今はお忘れたが、骨が砕け血が流れる様見ておったであろう。幼かった。侍がそれを言うか。故に求めに耳を塞ぎ、じっと隠
れておったのかな。ジン、生きてるか。ああ、構わん。まずはお前から。オッケー、弓兵も倒し、盾持ち、いや槍、いやー、誰か回復が、いやー、ここまで来るとさすがに強いな。酒井仁、再び会えた。大鷹、本物か。父の今はお忘れたか。骨が砕け血が流れる様見ておったであろう。幼かった。侍がそれを言うか。故に求めに耳を塞ぎじっと隠れておったのだな。ジン、生きてるか。いや、構うな。先に倒す。かわす。かわしてくるぞこいつは。めちゃくちゃ強いな。じゃあ、OK。あとは、サーベルと奥のサーベル。OK。いやー、敵が普通にかわしてくるのは、強いな。声が聞こえるだけでなく、今は姿も見える。この場所が悪くさせてんだろうな。お前か。いよいよ疲れたのではないか。来い、安らぎをやろう。黙れ、切り殺してやる。ジン、正気に戻れ。己が恐怖する。それは谷中に響いた断末魔の叫び。その苦しみ払ってやる。地獄に落とすぞ。いて、アーズは術師、お前から。はいはいはい、じゃあ、オッケー。おい、オッケー。あと、お前か。すべて倒した。大高は近い。我の居所、分かっておろう。
大高は東だ。俺を待っておる。あんたの勘には二度と頼らない。一人で行け。私らは別の道だ。俺はジンと行く。助けてやりたい。二人とも死ぬな。続け、猛虎を叩け。その傷がうずく知恵と入れよ。癒してやるぞ。静まれ。ジン、お前は戻れ。今さらだ。さあ、天蔵と大鷹のもとへ。あれか、あの船か。この場所は父上が死んだ地。霊薬がこの地へいざなった。何故であろう。己を下すためだ。いな、癒すためだ。幾とせも見やらずにいた生傷が霊薬によって晒されたのだ。誰が望んだ。あれは毒に過ぎん。常闇に囚われてはならぬ。蒼天の国へと魂を飛び立たせるがよい。守るべき民を見下げるなど少子。父をほふった民でさえも。ああ、差異はない。過ちだ。天蔵は他を。俺は大鷹を撃つ。さあ、大鷹戦。はいはい。息の人くずにほだされておると知れ。いやー、やっぱ強いな。武器変えてくんのかな途中で。魂を掌握した相手といかにして戦える。はいはい。なっ、こっちか。はいはい。はい。たちまちに指紋をくぐれ。やっと。なに？おお、やられるのか、やっぱ。気力2個も持って帰ってよ。現状入ったら。なんぞ、わざ。サカンの家はついえる。大事、かわせない。回復する。
それはずるいって、それはずるい、それはかわせないって。回避できてない。嫌がるでない。はいはいはい、はいはい、はいはい、ってゆく。たちまちに指紋をくぐれ。おのが先祖の裁きを受けるがよい。え、倒れる。父上。ジン。手を貸さんか。を救った世界線ってことね。幻だけど。共に死ぬべきであった戦人として。面目ござらぬ。わしに家にだ。堺の家名は汚された。生きの者は我らを鬼だと。時としてなさねばならんのだ。鬼となっても痛ましかったな。いずれもされど大事なこと。それは戦場での話。親子は大事ではないと。あれが死んでから息子をどうすればよいのか途方に暮れた。故に武士として育てた。もうよいか。やれ、やるべきことは家名の恥をすすぐのだ。仇を。切らんか、ふぬけ。転造ってことか。切らぬ。俺は父上ではない。あなたは好きに生きた。あの死もあなたの咎。お、
幻に打ち勝った。天井を救った。我が霊薬の力が及ばない。かようなことは許されぬ。ダメなんかい、当たるんかい。今のは無理だって。くぅ。どっからこれ。あ、ここから。ありがたいゲームシステム。キョキョキョ。この自利品だな。後ろから入って、はい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 、よいしょよいしょよいしょ、 OK。 必ずや己が先祖の裁きを受けるであろう。死ぬのが主情のためだ。好きにしろ。無事か？平気だ。お前はまだ聞こえるか？いや、すまなかった。もうよい。これで落着。他のやつにも知らせなきゃな。行け、後で向かう。待たせるなよ、ジン。
の死を思ってさあ大鷹を倒しました。映写せば血にまみれ闇に隠れ、ここをせんとと世子父も、手を伸ばしたる父君も、父の息吹も消えりて、これだろうな、手を伸ばしたる父君も、命の香の燃え尽くるかな、今は浄土に眠りたるかも、煙となりて天へ昇らん、闇に隠れ手を伸ばしたる手手気味も、煙となりて天へ昇らん。死を祝う大鷹を倒せ、クリアです。気弱後悔を捨て明日に向かっていく、ということで最後息のターン終幕というのが次のクエストが出ておりますが、まあ本日はねこの辺で終わりにいたしましょう。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。無事大鷹を倒し息の物語も次回で最終回ですね。父との幻聴幻覚、過去の思いを払拭してまた一つ社会人は強くなりました。さあということでまた次回お会いいたしましょう。さよなら。